おはようございます、今回も持続化給付金のことについてお問い合わせをいただきました。これはね、前回も2回ほどお答えしたんですけども、まあ、動画を見損ねている方もいらっしゃると思いますし、これから該当される方もいると思いますので一般公開動画でお届けします。まあ、ですんでね、固有名詞をここにね、入れないことと、あとは関連しているビジネスのことをネットワークビジネスというふうに呼ばせていただきます。それでは返信しますね。ご無沙汰しております。持続化給付金の手続き押し戻されたり未提出だったりしているので今月中には完結をと思いつつ質問です、と。質問が5つ いただいてますね。1つ目、私の手続きについて。個人事業主で青色申告をしています。ちょっとここカットでお願いしますね。このネットワークビジネスの紹介報酬は源泉徴収のハガキが来ていたので、添付していましたが、ポイントパックの売り上げは計上していませんでした。合わせて個人事業主としての開業届を出していません。当初はネットワークビジネスの報酬だけで、給付金申請をしようとしていたのですが、よく考えると開業届を出していないと。かっこ笑い。今回ポイントパックも入れて申請すると優に100万円、満額申請コースになるのですが、おお、いいじゃないですか。別途相談員や講師、借金、コインパーキングの地代収入などあるんですが、開業届は個人で1枚でしょうか、それとも事業ごとに出せますか、という質問ですね。で、私名義のポジションをもう一つ取っているので、そこも申請しなくちゃって思っているんですが、個人事業主の届出に関しましてですけども、一人の人が複数の個人事業主としての申請をすることは可能です。これはね、何度か同じように例を出してお答えしてますけども、会計士をされている方が副業で、カフェをしていますと。会計士としての個人事業主の開業届を出した。カフェの開業届も出した。ということで、一人が複数の開業届を出すことはあるんですね。ただですね、二つ注意点を申し上げておきます。私自身は法人でしか会社をやったことがありません。個人事業主を未経験です。ですんで、わかりません。実際に体験したことはありません。ただ、一人で複数の個人事業主の届を出す例は、社会的には認められていて、それをする人は、まあ、あまたいるということですよね。で、もう一つなんですけども、注意点。同じような業種で複数個人事業主の届を出すことができるかどうかなっていうのには、私は、まあ、一般的にすごく疑問を持ってます。ですんで、こっちの開業届は、ネットワークビジネス、代理店収入ですね。こっちの個人事業主届は、物品流通ビジネスですか、商品仕入れ販売とかいうのでやってみるといいかなと思うんですよね。そういうふうな勘定科目なり事業の業態を整えていくということですね。だから全くイコールで出さないっていうことがミソになるのかなと思います。で、プラスで申し上げますけども、昨日ですね、大分速稼塾の松本さんが個人事業主としての、まあ、申請を出してね、入金着金が完了しておりますので、こちらの方の、昨日の速報というね、号外という動画も参考になると思いますので、そちらの方も押さえていただければと思います。二つ目、主人の手続きについて。医療費で青信をしているので、これは開業届とポイントバック分の修正申告でいけると思っています。いけるんじゃないですかね。はい。ただし、先ほども申し上げましたけども、個人事業主での届けで私未経験ですんで、こう感覚的には OK だと思いますよということですけども、実践を伴った答えではないということはご了承ください。三つ目、そうだ、補足申し上げますけども、これを実際やってみてね、うまくいったよ、こうだったよっていうふうなフィードバックをいただけると、他の方のお手伝いにもなるんで、情報共有にご協力いただければと思います。三つ目、不動産管理会社の手続きについて、いっぱいされてますね。月額18万が止まっているので、これの申請ができると思っているんですが、これもやはり開業届け、ネットワークビジネスの事業で追加を出す。で、合ってますか？そうですね。これはこれでやっていきましょうということでございますね。不動産管理会社の手続きについてってところがちょっと謎なんですけども、この、ね、ネットワークビジネスの事業で追加を出すことでいいんじゃないですかね。ポジションごとに出せばいいんじゃないかなと思ってます。特に名義が違うようでしたら、違う名義で出せると思いますんでね。で、四つ目。主婦であるママ友の申請方法、そういう方もいらっしゃるんですね。扶養に入っているので個人事業主プラス白色申告でいけると思うのですが、扶養から外れちゃうよね、旦那さんきっと怒る、保険やら会社の手続きやらがあるね、思ってます。
ここに関しては、まあ、その通りですね。なんか抜け穴があるのかもしれませんけども、あえてその辺には触れずに申し上げますけども、ネットワークビジネスに参加した時点で、開業届は出した方がいいんじゃないかなと思います。で、これをね、潜りの状態でやると、いろいろ面倒なことが起きるんですよ、結局は。例えば税金とかね、あとほとんどの方が気にしてないと思いますけども、住民税ね。住民税が膨らむわけですよ。もしくは、この、ネットワークビジネスの収入を、申告をね、しないとか、ごまかしたりとか、なんか、ちょこちょこっとやったところで、後々厄介なことになりますので、何でもかんでもね、まっとうにやるのがいいんですよ。よくね、年間で20万円以下の所得だったら届けなくていいんだ、みたいなこと言う人がいますけど、そんなことは全くないですからね。これは私の動画でも何回も言ってますけども、私は不正を進めるものではないですし、現実は現実としてお伝えしていきます。その上で皆さんが個人で判断してくださいということなんですけども、20万円以下であっても、例えばね、年収5万の所得であっても、これは所得として上がってるんだったら、届けないとダメですよ。その結果、非課税になる可能性はありますけども、届けないといけないですね。自分の収入に応じて、いろんな制度が変わってきますんで、いろんな住民サービスも変わってきます。当然ですけども、扶養から外れるとか外れないっていう問題もあるじゃないですか。扶養から外れるんだったら外れた方がいいんですよ。この辺をね、なんか扶養からただ外れることだけで、どういうデメリットがあるのか、どういうメリットがあるのかを理解せずに扶養から外れることだけを恐れるのは、あんまり得策ではないと思いますね。で、私の場合はですね、私の場合は当然、奥さんも収入があります。でも、奥さんは私の扶養に入ってます。でも、奥さんは収入高いです。どうしてるのかっていうと、奥さんは会社を経営している。私がプレゼントした会社の法人の代表になってるわけですよ。そこの給料調整で、扶養から外れないようにやっていけばいいんですよね。極端な話、給料ゼロにはできないですけども、もう1万円とかね、月収2万とかにすればいいわけですよ。そういうふうなことをやっていけば、まあ他にも方法がありますけどもね、詳しくは申し上げませんけども、本論がずれますんで、扶養から外れるのは外れるんでしょうね。それからこの、旦那さんきっと怒るってちょっと書いてますけども、これをね、やっぱり、旦那さんに黙ってやるってのもあまり良くないと思います。旦那さんがなんで怒るのかっていうと、やっぱり自分に隠れてこっそりやるとかね、特に家計に関わること。これね、自分の収入じゃなくて、家族がいる方は家族の収入であれ、家族の支出なんですよ。私はそういうふうな捉え方してるんですけども、そう捉えてない方にはちょっとね、何言ってんだお前みたいなことに聞こえるかもしれませんけども、私もね、年収はそこそこある方ですけども、私個人の年収ではなくて、家族の年収、奥さんであり子供の収入だと思いますので、私が勝手に使ったりしないんですよね。で、こういう意識を持つことによって、これこれこういうふうな投資をしたいんだけど、これこれこういうふうなビジネスに参加したいんだけども、この分だけお金割いてもいいかな、全体のお金はこれで、余剰資金はこうなってるんだけどっていうふうな家族会議が設けられると思うんですよね。そういうふうな関係を10年、20年、30年続けて家族っていうのはできていくのを私は目指してるんですよね。私はね。私は目指してるんで、私に問い合わせをされると、それに私の目指してるものに基づいて答えますんで、ちょっとそこで意見が合わない方もいらっしゃるかもしれませんけどね。そこはちょっとご容赦ください。私の考え方と私にアドバイスを求められたら、いや、家族っていうのはこういうふうなもんじゃないのっていうふうな答えになりますんでね。まあですんで、旦那さんが怒るとしたらきっと怒ってもらってね。で、これを機会に正直にお伝えした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。その他の方にもね、私の動画の視聴者さんって6割ぐらいが女性なんで、実は旦那さんに黙ってやってましたって方がいるんですけども、それについては私はね、やっぱり話し合うこと、こういうことを、お金のこととかね、経済のこと、将来のことを話し合わずに、何のね、夫婦なんだ、何の家族なんだっていうふうなね、説教かなんかね、20分ぐらい動画で送らせていただいた方もいるんですけども、その説はすいませんでした。ちょっと言い過ぎたかもしれませんね。家族っていうのは、それぞれの形があると思います。ただ、ビジネスを持ち込むんだったら、私の考え方に一日の長があると思いますので、ビジネスを円満にするには、奥さんとか旦那さんの協力が必要、お子さんの協力が必要。私なんてまだ生まれて7ヶ月の子供にも配慮しながらビジネスしてるっていうところがありますんで、まあそれを見本にしろってわけじゃないですけどね。ビジネスってのはそういうふうにしないとなかなか成功の駆け足を渡っていけないもんだというふうに感じることはないでしょうかね。私だけですかね。はい。では5つ目の質問に答えさせていただきます。蕎麦屋の知人の手続き。すでに蕎麦屋の個人事業主で給付金を受けています。あ、そうなんですね。うん、なるほど、いいじゃないですか。が、新たに開業届プラスポイントバックの申請で100万円ゲットできる。できるんじゃないですか？うん。できます、できます。これはね、だから、蕎麦屋の個人事業主で活動されていながら、ネットワークビジネス参加されて、そのネットワークビジネスを多分雑所得にしてるか、もしくは、ごまかしていたわけなんですよね、これを。うん。これはだから、もともと根っこがおかしいんですよ。ネットワークビジネスに参加した時点で、
それはネットワークビジネスの収入をどうするのかって問題を解決しないまま、勘定科目を決めないまま来てしまったっていうことなんではないかなっていうふうに拝察するんですけどね。もしくはこれを蕎麦屋の雑所属に入れながらやってきたってことでしたら、今から修正申告は今までの確定申告を解除して、もう一回こっちが蕎麦屋の収入、こっちがネットワークビジネスの収入っていうふうに分けた修正申告が必要になってきますけども、それはまああり得ると思いますよ。それに手間をかけて100万円ならそんなに悪い話ではないと思うんですけどね。だってお蕎麦屋さんで100万円の利益を残そうと思ったら、昨日の松本さんの言い方ではないですけども、何杯蕎麦作んないといけないのって、何時間の労働時間必要なのってことになりますよね。となると100万円丸々の粗利を目指すんだったら、蕎麦屋さんの営業を止めてでもね、3日間止めてでもやる価値は十分あると思いますし、多分この手続きって、まあ、書類に慣れた方でしたら1日2日で済みますんでね、いいんじゃないですかね。はい、ということでございます。ご質問ありがとうございました。ちょっとねトゲのある言葉も使っちゃってすみませんでした。成功を祈っております。で、いただいた質問は全てうまくいきます。ただ手順が私の範疇外というか私の経験外のことが個人事業主についてありますので、そこについてはね、税理士さんと税務署の方といろいろ打ち合わせていただければ、実際に振り込まれましたよっていう報告が届いてますので、きっとできると思います。はい、今までね個人事業主でこうやって今から申告、今から修正申告をかけた方で、持続化給付金が100万円満額入りましたよって方、複数いらっしゃいます。いらっしゃいますけども、細かい手順についての質問はいただいてま、質問じゃない、細かい手順についての解説はいただいておりませんし、私も質問してません。なるべくその人のね、時間を尊重してあげようかなと思ったんで、報告いただいてありがとうって形なんで、もしね、自分の踏んだ手順について、時間を割いて、説明してくださる方がいらっしゃったら大歓迎なんですけども、はっきりとした解説は、新潟速稼塾の奈美さんとかね、それから昨日の大分速稼塾の松本さんにとどまっております。その他の方で、持続化給付金の手続きが個人事業主として今更開業、今更遡って、申告とかでね OK だった方がいらっしゃいましたら、どういう風にしたのか詳細を送っていただければ、その他の方のためになると思います。はい、それでは今回は以上です。私の発信でね、100名以上の方が申請してくださり、何十名かの方が実際に入金を成功させていただきました。私としてはね、この持続化給付金でものをフルに活用していただいて、そしてその後に続く家賃補助ですね、こちらの方もついでにね使っていただければ、ものすごく恩恵があることではないかなと思います。もしねネットワークビジネスで、去年の売上と今年の売上に大きな開きがある方は、この持続化給付金もネットワークビジネスといってもね、一つの事業ですから、その事業が傾いちゃったわけですから、大いに受け取る権利があると思いますので、ぜひね開業届を出すなり、確定申告を修正するなりして、受け取る、正々堂々と受け取る権利をゲットしていただきたいと思います。あとはね、書類にどれだけ向き合ってきたかというご自身のですね、書類作成能力が問われておるということではないかと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございます。